はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年令和4年の12月20日の火曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、12月の20日ということですから、もう今年も残すところあと10日という、まあ大体10日ぐらいというところまで来ましたね。本当にもう今年もまあ年末押し迫っているというような時期ですけれども、なんか本当に年末感がないなというのが、いろんな人とですね交わす言葉のやり取りの中で何度も出てきたりするのが不思議だなと思ったりもします。で、今日のですねトピックとしては、日本海側でですねこの寒気の影響でかなり大雪となっているということで、今朝もですね長岡あたりの地方からですね、車がだいぶまた立ち往生をして、何百メートルの、たった何百メートルの距離の中にですね、まあ何百メートルってことないか、何百台かな、車がまあ2、300台ぐらい立ち往生して、その区間が全然車が進まずにですね、行政などが水だとかですね、簡単な食料を配ったりしているような、そんなことを聞いたりもしました。まあ、こういうお話はですね、ここ何年か前から、繰り返し毎年この時期にですね聞いたりするわけですけれども、まあ多分ですね、走る方々はそれなりに注意をして、まあ、冬用のちゃんとしたタイヤを履いたりですね、まあ、できるだけ混み合うような立ち往生しそうな道路は避けて通ったりということもしているとは思うんですけど、それでもどうしてもですね、そのような状況や事態というのはなかなか避けることができなかったりするということなので、ぜひですね本当に安全第一で、まあ、時間に余裕がある場合はですね、途中で引き返してみたり、また違う道やですね、このなんていうんでしょうね、違う路線を使ってみたりというような工夫で回避できるようなものであれば回避をして、本当に、まあ、大混乱というものがですね続かないようにして、できるといいなというふうに思ったりもしますけど、やはりこのですねなかなか冬、まあ、雪がですね少ない地域からそのようなことを言うのは簡単ですけれども、やはり毎年のようにですね雪下ろしをしていても怪我や亡くなる方が、まあ、なんていうんでしょうね、現れてしまったりということも、多分ですね雪下ろしする方々であれば当然そんなことは何度も言われるし、頭のどこかにあるはずだとは思いますけれども、それでもですねどうしてもなかなかいろんな事情で雪下ろしをせずにはいられないし、どうしてもですねその完璧なその装具だとか状況や、完璧なですね準備をするということも難しい中で作業しなければいけないという事情もあるでしょうし、本当にまあ都会は都会、まあ地方は地方でいろいろな事情でですね大変なリスクだとか、それからですねまあいろいろな不安要素というものはあるということが、まあ地域の違いでもいろいろあるんだなというところもあると思うので、ぜひですね本当にこれから先また雪がピークは過ぎたというふうに言われてますけれども、まだまだ十分注意をしてもらいたいなというふうに思います。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値から確認をしておくと、昨日の日経平均株価の終値は27,237円64銭、27,237円64銭ということで、先週末の金曜日に比べるとマイナス289円48銭、マイナス289円48銭ということで、27,500円台を割ってしまうような、そんな動きでしたね。エンドル相場については1ドル135円83銭から85銭、1ドル135円83銭から85銭ということで、先週末の金曜日に比べると1円39銭高ということで、最近はですねこの1円とか2円を超える幅で、まあ円高に触れたり円安に触れたりしているなということが、まあちょっと前に比べると印象的な動きのように見えますね。で、今日音読の題材に取り上げたい一つ目の、記事についてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の社説の一つ目からですね、中国は総合的なコロナ危機対策を早急にというようなタイトルの、記事となっています。中国の今ゼロコロナ政策ですとか、それから中国の経済状況なども、まあこの社説で言えばですね何度も言いますけれども、中国が話題に出る頻度が非常に高いだけですね、中国という国だとか経済力、さらにはですね、まあなんて言うんでしょうね、あの国力そのものが注目されているということの、まあ、表れではあると思うので、今日もまずは社説の一つ目から音読の題材に取り上げておきたいなと思います。中国は総合的なコロナ危機対策を早急に。
中国指導部は中央経済工作会議で2023年の経済運営方針を決めた。新型コロナウイルスを封じ込めるゼロコロナ政策緩和をめぐる追加措置の実施を示唆。ただ足元では当初予想を超える感染爆発が起き、庶民は解熱剤さえ手に入らない。危機に対処する総合的な施策がおろそかになっており、早急な検討が必要だ。12月15日16日の経済工作会議は北京で感染が爆発的に広がる中で開かれた。それは北京のみならず全国の各都市農村地帯にも波及している。ところが中国政府の発表統計は増え続ける感染者や死亡者の実態に全く追いついていない。これは2020年の1月湖北省武漢で感染が爆発した事態に似ている。指導部は今こそ医療経済など各分野で周到な対策を用意する必要がある。だがあまりにも事態の変化が早いため、今そこにある危機に対処できていない。中央経済工作会議の発表文もコロナ対策に言及したのはごくわずかに過ぎず、市民生活の困窮に触れていない。一方、会議で強調されたのは国際環境の厳しさだった。確かに厳しくなるばかりの米中対立など不安要因は多い。だがここ数年の急速な経済減速は習近平共産党総書記、国家主席が主導する経済政策にあることは明らかだ。国家安全ばかりを重視し、民間企業を軽視した施策が長く続いたため、中国経済を支えてきた民間企業家は投資意欲を失いつつある。電子商取引最大手アリババ集団への異様な圧力が典型例である。指導部がこの大方針を抜本的に修正するメッセージを送らなければ、経済浮揚は見込めない。今年の中国の経済成長率は目標の 5.5% 前後に届かない。問題は来年以降だ。長期のゼロコロナの影響に加え、今度は目下の感染爆発による工場停止などによる下押し要因も極めて大きく響く。会議で示した安定成長の維持は絵に描いた餅になりかねない。日本経済研究センターは先頃、中国の経済規模が過去数年の予想と違って最終的に米国を超えない可能性を指摘する新たな推計を発表した。5年前、習指導部は2035年に経済、軍事両面で米国に追いつき、追い越す目標を打ち出した。その達成は習氏自身が主導する硬直的な経済政策によって危うくなりつつある。この責任をどう考えるのかということだそうですけれども、この米国、GDP とかでですね、米国と、比較をして、今のところ米国、アメリカが1位、2位が中国、3位が日本ということになってはいますけれども、このような指標もですね、統計の取り方によったりするところもあるので、数字をどう捉えるかというところにもよったりするので、中国自体がですね、そこに固執しているのかどうかというものはちょっと分からないところもありますけれども、いずれにしてもですね、このように頻繁にですね、中国という国の経済だとか、それから軍事だとかがですね、この新聞の特に社説に出てくるということは、本当にそれだけ注目されているし、さらに言えば影響力の大きさというものがですね、こういう行間から伝わってくるということが分かれば、まずそれはいいと思うし、中身についてはですね、本当に私たちが調べようがないことばかりなので、なかなかですね、実態のところは分からないけれども、本当に日本も含め世界中がですね、中国、ロシア、アメリカなどの大きな国にですね、影響され、このある意味振り回されているという実態があるということだけはよく分かるかと思います。そして、2つ目の音読の題材についてはですね、今日の社説の、2つ目ですね、経済の活力そがない税制をということで、先頃からですね、この増税に関する、与党の税制改正大綱が決まったということ、決められそうだということ自体はですね、何度か話題にしたことがありますけれども、それについてですね、先ほどの中国の話とはまた別に、今度は日本国内の話となってきます。自民公明両党が2023年度の与党税制改正大綱を決めた。少額投資非課税制度、NISA の大幅拡充など前進が見られる一方で、防衛費増額に伴う増税では企業に負担が偏るなど、経済の活力を削ぎかねない要素もある。
小手先の税制改正ではなく、中長期的に日本の国力を高める視点で税制の再設計が求められる。税制大綱の重点は成長と分配の好循環の実現だった。NISA を恒久的な措置に改め、上限額を大きく引き上げた。個人投資家が上場株などを売ってスタートアップに再投資する際の売却益に一定の非課税枠を設けたり、デジタルトランスフォーメーションの人材育成で法人税の税額控除を認めたりする。岸田政権が看板とする新しい資本主義に沿った取り組みは評価できる。一方で経済活性化の視点ではマイナスとなりかねないものもある。防衛費を2023年から2027年度の総額で現行計画の 1.5 倍に増やす際に、2027年度に想定する1兆円強の増税のうち、法人の負担増は6000億円から7000億円になる。法人税の負担、法人税の納税額に付加税で4から 4.5% の税負担が上乗せされる。中小企業の大半は対象外となる見通しだ。これに対し、東日本大震災の復興特別所得税の引き下げと同じ幅の税率 1% で実施する所得税の付加税、1本あたり3円程度のタバコ税の増税はそれぞれ2000億円程度だ。安定財源を確保するための増税はやむを得ないが、負担が大企業に偏る点は否めない。企業の競争力強化や賃上げに水を差さないような配慮が必要だ。いわゆる超富裕層への課税強化も問題含みだ。2025年から所得が30億円を超すような人を対象に、通常の所得税額より多くの負担が生じる仕組みを設ける。ただ対象は200人から300人とわずかで、象徴的な意味合いが濃い。適正な負担のあり方を探る際も、投資家や起業家の意欲をそがないでほしい。経済の活力を底上げする骨太な税制改革を探るべきだ。ということで、この税金の集め方そのものは本当にですね、正解もなければ、答えもないし、たどり着くゴールもなくて、常にですね、改良ということで、取りやすいところから取るという反面ですね、やはり、ある意味、ですね、エンジンとして経済も孵化していかなくてはいけないし、そして経済がこうですね、好循環してきたと同時に、やっぱり税金は高くなったり、払うべき税金が増えたりするので、それはそれでまたモチベーションだとかやる気をそぐことになってしまったりということの、繰り返しというかですね、その改良の積み重ねなので、どのような形でこれから先の税制というものが決まっていくのか分かりませんけれども、私たちもですね、自分たちが払うべき税金がどのようにして構築されているのかということぐらいにはですね、多少なりとも興味を持ちながら、さらに言えばその税金がどこにどのように使われているかということに対しても、ある程度のですね、興味と関心を持っていかなければ、本当に好き勝手に集められて好き勝手に使われてしまうということになりかねない面もあると思うので、その辺のところですね、私たちには関係ないということではなく、自分たちなりに関心と興味を持って、これからもリサーチというかアンテナはですね、保っていきたいなと思います。そして3つ目の音読の題材についてはですね、これはですね、総合面からになりますけれども、現在のスポーツ中継がネットが主役になりつつあるという、今回のですね、ワールドカップの中継なども含めた記事をまとめてくれているので、これを3つ目の音読の題材に取り上げてみたいなと思いますね。アベマワールドカップ日本戦は4000万人が視聴ということで、スポーツ中継はネットが主役になりつつあるというところです。スポーツのインターネット配信が世界で急拡大している。2030年には2021年の5倍にあたる12兆円規模まで膨らむとの試算もある。出遅れ気味の日本では、サイバーエージェントのネットテレビアベマがサッカーのワールドカップを無料配信して、サービス開始以来の視聴者数を記録。スポーツ配信は固定ファンの集客が見込める一方で、放映権料の高騰などで収益化には課題も多い。アベマは日本対スペイン戦のあった12月2日、1日あたりの視聴者数が1700万人を超えて、開設以来最高になった。日本が予選3戦を戦った3日間で見ると、累計の視聴者数は4100万人を超えた。日本対クロアチア戦ではアクセス集中を受けて視聴を制限した。これまでスポーツ大会の中継は主にテレビ局が担ってきた。
今回のワールドカップでは民放3局が中継から撤退しており、初めてネット配信が視聴の主役に浮上した格好だ。 NHK が地上波で放映した日本対ドイツ戦の番組平均世帯視聴率は 35.3% と、ワールドカップの日本の初戦では1998年以降で最低だった。視聴者がネットに流れたとみられる。今回のワールドカップで日本での中継に必要な放映権料は総額200億円規模とみられている。そのうちアベマが支払ったのは70億円から80億円程度ではないかとの見方がある。アベマは開設以来赤字が続いていて、ワールドカップの無料配信で認知度を高めた一方で収益化には課題も多い。ネット配信は他のスポーツ中継にも広がっている。NTT ドコモは12月13日、ボクシングで井上尚弥選手が登場した世界バンタム級4団体王座統一戦を動画配信サービスの DTV などで独占配信。視聴者数は明らかにしていないが、試合当日に会員登録が殺到し、登録なしでも見られるような無料開放をした。米国では巨大テック企業が放映権の獲得合戦を繰り広げて、放映権料が高騰している。Amazon.com は130億ドルでプロフットボールの NFL と2022年から11年間にわたる主力戦の単独配信契約を結んだ。Apple もサッカーのプロリーグ MSL の放映権を配信権を25億ドルで獲得。放映権料の上昇は今後も続くとみられる。世界的に視聴が見込めるイベントほど投資額はかさむ。放映権料の高騰が利用料に上乗せされる可能性もあり、視聴者がスポーツ中継を楽しむ足かせとなる可能性もあるということですけれども、この辺の配信料とですね、視聴者の負担という意味で言うと、本当に難しいというかですね、地上波で無料でやったとしても、例えば NHK が地上波でやったとしても、それは私たちが払うですね、放映料によるものですし、民放が放映したと無料で放映したとしてもですね、そこにはやっぱりスポンサーが払っていて、そのスポンサーが払うお金というのは、やはり私たちがそのスポンサーの商品だとかサービスを買ったお金の中からスポンサーが払うということなので、どこまで行っても無料ということはないので、逆に言えばですね、ペーパービューなどで見たい人が見たい時に、見たいだけの額を払ってみるということがですね、非常にベストに近いなと思う面ですね、思う反面、なかなかそこまでしてですね、お金を払ってみたいという人ばかりではなかったりもするのが難しいところでもあるので、その辺もですね、私たちが見てるものだとか受けるサービスが無料だというところで、喜ぶのではなくですね、そこにはどのようにお金が動いているのかということをちょっと想像してみるというような習慣づくりと意識というものも合わせて、私たち小さな仕事をする中でもですね、必要な、感覚なんだろうなというふうに思います。ということで、今日は2022年、令和4年の12月20日の火曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。